はい、第1回ニャントマーと行く日本モンさんと茨城実験農場およびボートのポスターの見学ツアーでございます。それではまず最初に、ボートの三千と輝くポスターを見に行きたいと思います。これは古い町並みなんで、ちょっとあそこに面白い建物があって、幻の今や幻となった、三千と輝くポスターでございます。3月来た時もそれが貼ってあって、その時は感激したものですが、最近はそのあれが感激度は低くなってますが、結構ここら辺はいい集落で、だから。本当はね、もしなんか、俺で作物がダメになったりとかしないでほしいと思いますけどね。前来た時このね、ビニールハウスなかったんですよ。ってことは、もう本格的にその BS のあれをやり始めた。半年前は単にその畑になってたんですよね。畑ですか？うん。田んぼじゃなくて。田んぼじゃなくて畑だった。これはそうですね、隔離補助。一応その警備会社がセコムじゃない、セコムかなんかが入ってる。でも半年前はこんな立派じゃなくて、意外とこうなんていうんだろう、職員の人っていうよりこう実際作業する方はいらっしゃるけど、ね、いわゆる社員みたいな。は、うん。だからその申し出した時にじゃあ日時合わせてって言ってたから、わざわざ。東京から来るみたいな感じだったね。こういう花がもし奇形になったら多分それが漏れてるということでしょうね。